おはようございます。画家の小木曽です、今日の動画はまだお見せしませんが、私の佐賀で、お師匠さんと呼べる T 先生見てますか、T 先生という先生がおりまして、いろいろこうお話とかさせてもらうんですけども、小木曽くんはぜひベタを描いた方がいいと。ベタ？ベタって何ですかっていうことなんですけども、まあ、僕もいっぱい仕事をしてきましたんで、いろんな作品を描いてきまして、逆に一般の人が皆さん描くようなものを描かれてはどうかという提案ですね、例えば富士山かもしれませんし、まあ、日本人やったらバラが好きやったりするかもしれませんし、でそんな中でちょっとこう考えていたんですけども、日本で一番撮られている写真って何やろうなってちょっとふと考えていたんですね。でその中でもこう、例えばお孫さんが好きやったらお孫さんばっかり撮られる方もいれば、愛する人がいたら愛する人を撮る人がいるかもしれませんし、水ばっか撮るすぎる人、美味しい料理ばっか撮るすぎる人で、もっともっと限定的にこう考えていった時に、この季節カメラというもの媒体を持っている人なら大体撮るんじゃないかというものがありまして、それがですね、桜。しかも桜もこのアングル、皆さんこういうアングルで撮りませんかね、こういうアングルで見上げてですね、わー綺麗って言って、それを今回は絵にしてみました。あー、日本一早い開花宣言でございます。桜咲きました。ではどうぞ。あ、これまあ難しくないのでやってみてください。写真撮るのも誰でもできますよね。描くのもそんなに難しくありませんので、やってみてください。ではそれでは解説をしていきたいと思います。今日もキャンソンボード B さん、キャンソンボードですね、 B さんで、透明水彩を使って描いております。透明水彩はホルベインの30色セットを使用しております。今日はですね、この一番皆さん、日本国民なら一度はこのアングルで撮ったことあるのではないかとふと思ったんですが、どうですか？7割ぐらいは撮ってるんじゃないですか。一番撮られている写真かもしれませんね。で、桜を描こうと思いました。なるべくこう、じっくりお見せしようと思いますので、お付き合いいただければと思います。で、久しぶりに30分もありますので、雑談をやろうかなと思いますので、お付き合いください。なんぞやという感じですが。まあ、まず鉛筆で 2B ぐらいでですね、輪郭を取って、下書きを書いていっております。で、まあ、卒業のこの桜といえば、卒業であるとか入学であるとかの季節なので、東京芸術大学入学話でも久しぶりにしましょうか。鉛筆で今下書きしてますが、昔ですね、私が受験したのが1996年なんで、今から25年前の話なので、まあ、多めに、なんていうか、もう時効でございますので、聞いてもらえたらなと思います。私はですね、東京芸術大学に入る前に一浪してですね、武蔵野美術大学というところに行っておりました。油絵科ですね。当時倍率は、むさびでも15倍ぐらい確かありました。今は何倍あるか知りませんが、芸大は当時2700人中60人なので45倍という倍率でございました。45倍ですよ、すごいですよね。45倍。一次試験は国技館で試験をするんですが、一浪して、その芸大は落ちて、むさび玉美には受かったんですが、現役の時の話をちょっとしておくと、私はですね、現役で、100点満点で武蔵野美術大学、武蔵野美術大学当時150点満点で、一次試験、二次試験とあったんですよね。当時、150点満点でなんと最低点の25点。多摩美術大学は100点満点で油絵、デッサンともに5点という衝撃の最下位スタートでございました。まあ私にとってはゼロからスタートだったので、案外こう気楽なもので、気楽というか、まあし、もうやるしかないというかですね、もう全部ゼロからスタートやっていうことで、案外こう踏ん切りがついたというかですね、
はい、そこから予備校で浪人をして、水道端美術学院というところで、で、まあ、以前もちょっと話してますけども、そこで、コンクールで半年経って一番取るんですが、一番取って、そこからひたすらその画風を守る、何にも変わらず同じ絵を繰り返し描くという、結局そこには絵に愛がないというかですね。だからムサタマは受かったんですが、東京芸術大学というのはやっぱり見抜かれますね。愛のない、本当にもうザ受験生というかですね、タマムサ多分当時の95年6年ぐらいの、あ、でマスキング液を、すみません、マスキング液ね、使われてみてください。これだけでもだいぶ変わりますよ。いやー、もうマスキング液で出てきた、やめた、じゃなくて、ちょっとね、そんな高いもんじゃないです。600円700円ぐらいの、これはホルベインさんのマスキング液でございますけども、ぜひね、ちょっとチャレンジしてみてくださいよね。そんなね、あの、怖がらずにですね。で、現役の時はムサタマ全部落ちまして、いよいよ浪人をして、で、浪人して、さっき言ったように、守って、なんとかムサタマ。95年、6年ぐらいの合格者作品集みたいなのあるんですね。ムサビのやつに僕載ってますもん、僕の絵が。ちっちゃく載ってますよ。どっかで予備校なんか通われてる、学生さんは、先生、昔のそういう、合格者作品集みたいな見せてくださいって言ったら、あの、私のが載っておりますよ。それで、むさびに1年通っていたんですが、1年間こう通っていて、まあ、あの、授業も真面目に、もちろん私みたいにすごく優秀な学生だったので、真面目に出てですね、まあ、英語の試験なんかもちゃんと受けてですね、こそぎくんっていつも言うてくれる先生でしたね。英語の先生、いつも間違えてまして、毎度突っ込んでました。おぎそですって言ってですね、まあ、そういう先生だった記憶がありますし、まあ、いつも僕の横に S 君という男の子がいて、僕の英語を全部教えてくれる優秀な学生さんいましたね。あんな美大生っぽくない子でしたもんね。とにかく焦らず、マスキング液を乾かしてください。で、このホルベインのですね、それでこれコンポーズブルーみたいなんですね。コンポーズブルーみたいな、まあ、空をまず塗ろうと思ってます。白とコンポーズブルーを混ぜて、ごちゃごちゃごちゃと混ぜまして、しっかり混ぜておいて、もう単色一色にしてやろうと白を入れました。まあ、これでポスターカラーみたいな感じにはなるんですが、まあまあ、もう空ドンと決めてやろうと。皆さんもこういう方法使われたらいいかなと思いますので、おすすめします。何の話だったっけ、シダ、あ、言ってしまった、シダ君っていう名前やったな。ね、テストの時には僕にドワーッとすり寄ってくるんですよね。なんでかわからないですけどね。ちょこっとだけ、本当に目の角度ほんの少しだけこう試験受けても、ちょろっとしたら志田君の答案が見えてしまうんですよね。もう迷惑な話ですね。見えてしまうというかね。それで単位がいただけました。見えてしまうというかね、目に飛び込んでくるというかね。カンニングじゃないですよ、全然。そんなんやめてくださいね。25年前の話ですね。で、まあ、東京芸大を受け直すという時になった時に、まあ、僕個人的にはムサビでもよかったんですけども、やっぱりですね、兄貴も美術系の大学の私立の方に行っていて、両方とも一人暮らしで、親も大変だったですよね。その時は本当に、ぜひうちの父親母親の動画も上がってます。母こきになるっていうので、うちの袋の話も上がってます。視聴回数があんまり伸びていないやつですね。父七回忌というので、うちの親父の話、皆さんその話が面白かったとは言ってくださるんですけどね。視聴回数が異常に伸びてない動画ですので、よかったら見てみてください。あ、こういう親だからこういう子が育つんだという、もう典型例ですね。で、まあ、母親がですね、その学校、高校まで行って、わざわざこう調査書みたいなのもらってきてくれて、あんた受けてくれみたいな感じで受けることになったんですが、私自身はもうムサビの学生さんやったからですね、ただもうすでに予備校の先生、講習会、あ、これ、あ、すいませんね、水だけで濡らして隙間ですね、隙間に水だけで濡らして、ちゃん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 と置いていっております。ちょっとムラっぽくなってもええやと思ってますね。この段階で水だけで濡らして、ちゃん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 っていうですね。
まあそれで受け直しをすることになったんですが、もう予備校の先生で講習会など今水濡らしましたね、をやりながらやっていたので、まあまあなんか落ち着いたもんでした。後ろポケットにはウイスキーの、ウイスキーじゃないですね、ちっちゃい小瓶でどういったらいいんかな、まあ難しいですね。今全部嘘つきましたんで、私今日話す話全部嘘ですからね。まあ、後ろポケットにちょっと体が温まる飲料水というんですかね、を入れて試験場に行ったんですが、一次試験はですね国技館で行うんです。当時ね行っていたんですよ。で、国技館で要は相撲取りが優勝のあれがですねいっぱい貼ってあるんですけどもね、25年前の話ですからね。もうもちろん二十歳も超えてましたからね。で、国技館で自画像という試験だったですね。6時間、お昼休みもなしというかですね、自分でお弁当を持って行って、試験時間内で自分の場所で食べてくださいという乱雑な試験でございましたね。片手におにぎりを持ちながら絵を描くというですね、不衛生極まりない、試験でございました。で、まあ、一次試験はまあ通りまして、二次試験。さあ、試験会場に行きました。それで、ある程度、空の部分濡れたら、こうやって、ちょっとね、こう、動かしてほしいんですよ。ふわふわふわ。どう言ったらいいんですか？こう、ふわふわふわ。こう、なんていうの？こうね、平滑にこう鳴らすような感じと言えばいいんですか？いう感じで、こうやって、こうやって、頑張って、なんて言えばいいんですかね。例えが非常に難しいですが。ちょっとこう多めについた絵の具なんかも拭き取りました。で、東京芸大の二次試験会場に行ってですね、またやってる、まだしつこくやってますね、やりますね、何度かね、こうやってね。で、試験会場に行って試験なんかですね、試験会場前年は石膏デッサンとヌードという試験だったんですけども、行って試験の部屋に入ったら、四角いこうビニールテープで四角いマスだけが書いてあったんですよ、ビューッと。それでイーゼルが置いて、キャンバスが置いてあって、まずデッサンだったんですけど、でそういうのが置いてあって、もうなんじゃこらと思って、なんかまあ構成デッサンっていうんですかね、こうそういうのかななんて思ってたら、紙渡されて、自分のテーマで書きなさいって書いてあって、は何のことやって、でちょっとですね、桜の影の部分を描いておこうかなと思いました。なんのこっちゃなと思ってですね、そしたら自分のテーマで描きなさい、まあ簡単に言ってしまうと自由に描いてええよっていう試験だったんですね。まあこれはセンセーショナルな試験のうちの一つなんじゃないですか。東京芸大って昔は、今はどうか知らんですよ、調べてもないですし興味もないのであれですけども、試験場に行くとバスが上野のですね、皆さん行かれてみてください、バスがずらーっと並んでいた。そしてみんなそこに、乗せられて、強制連行というんですか、違いますね、試験場、別の試験場に移動してですね、葛西臨海公園の水族館で試験をしたりですね、試験場の上野の芸大の前に並ばされて、そのまま回れ右してくださいみたいな感じで上野動物園に行ったり、国立博物館で試験したり、むちゃくちゃなことしますよね。私たちのその96年以降がそういう試験にどんどんなっていったような気がします、記憶があります。だから一番私たちは最先端というか、自分のテーマで書けっていうのは。で、そしてちょっとね、1時間ぐらい僕、1時間見てたんです。皆さんどんな感じかな。やっぱりものすごいこう緊張感持って、こんな試験やったことない、練習したことないという感じでですね、みんなの顔色が変わる瞬間がちょっと面白いというと変ですが。で、私はちょっと、緊張をほぐす意味でも後ろポケットにちょっと体が温まる飲料水があったんですね。それをキュッとこう飲もうかなと思った瞬間に、あ、そうか、これを書けばいいんちゃうかと。逆にみんなこう熱くなって、どうしたらいいかわからんちゅって絵の具をもう画面に塗ったくり出しているという状態だったので、私はその飲料水をポンポンポンと置いてみるような、まあむさびの学生さんだった時に僕は自主的に絵を描いておりましたので、それに近いような感じなんですけどね。ちょっと写真でもあればいいんですが、もうあまりにも古い話なんで写真もありませんが、生物画を自分でセットして、描きました。
まあなんとなくですね、試験始まって、デッサンはそれで行って、油絵はどうなんかわからんけどと思って試験場入った途端に、油絵も同じようにマスがいっぱいこうですね、アトリエに書いてあったんで、あ、同じかもなと思って私は刺して、同じように、正デッサンと油絵、同じような絵を描きました。試験を油絵で、ちなみにですね、私油絵でやってないんですよっていう話どこかでしてると思うんですが、油絵かなんですけども、アクリル絵の具でやってます。アクリル絵の具で、アクリル絵の具をですね、黒入れてないか、茶色、青、赤、黄色、白、もう1色くらいなんか入れたかもしれないですけど、本当に4色5色6色で紙袋に、ペットボトルを半分に切ったの2つぐらいと、筆を5、6本、こういう平筆とか、まあ、こういう、あ、今枝描き出しました。枝とかよう見てくださいね。うるさかったらもうミュートにしてくださいね。ちょっと雑談がしたくなっただけの話ですからね。私はこれは本当にラジオをやりたくて動画を作っているというのは何度か言ったことがありますが、ひどいもんですね。それで、アクリル絵の具を試験の本当に何日か前なんですよ。僕ほとんどやったことなくて、アクリル絵の具を世界堂本店に買いに行って、お金もない学生ですからね、赤、青、黄色、白は確かジェストの白持ってったんちゃうかったな。とにかく紙袋にもうめちゃくちゃコンパクトに行きました。びっくりするぐらいですよ。どう言ったらいいんかな。本当になんかね、ちょっと酔っ払ってお酒を飲みすぎたお父さんが、やばい、これはちょっと妻に怒られるというので、お土産を持っていくぐらいの感覚の紙袋を一つで行きました。で、試験、油絵の試験もアクリル絵の具でやったんですよ。だから私の動画の中でアクリル絵の具を油っぽく描く、油絵の具っぽく描くという動画もありますのでね、そういうのも参考に見られてみてください。ちょん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 と進んでまいりましたね。こういうところ面白いですね。もう空と 木の部分ってもう全く分けて描いていってますね。で、木もですね、葉っぱの周りから描いたり、内側から描いたりとかしてんですね。あとから影をちょっとこう葉っぱというか花ですねにつけていくんですけども、そういうところでちょっとこう花の方が暗くなる部分、今全部、空よりも花の方が明るくなっているんですけども、そういうことをすることによって花一つ一つがこうなんていうか複雑になっていくんですね。で、二次試験が開始と同時にアクリル絵の具で描いていったんですが、グレーズという作業をだいたい4層ぐらいしてます。昼休みの前にまたやって、昼休みの前にやって乾かして、昼休みは1時間外に出されました。二次試験に関してはですね、廊下でご飯食べさせられましたよ。覚えてるわ。今もうほんと不衛生極まりないですよね。廊下で、はい出てくださいって廊下で食べてもいいですし、校内でどこでも食べてもいいですよというざっくりした感じでした。まあ変なもんですねあれね。今思えば廊下でご飯食べて、で別に外で降りてもいいですよっていうのですけど、エレベーター使っちゃいけないというので、私試験場確か何回やったかな、6回か7回で階段でみんな登っていくんです。えほ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 ねえ。で私みたいに紙袋一つの人間はいいんですが、まあみんなお守りのように画材を山ほど持っていくんですね。僕はあれお守りって言ってたんですけど、もう上手い人なんかもう鉛筆一本でいけんちゃうかぐらいの感じで私は本当にいたので、ちょっと独特な学生さんでございましたが、まあ調子乗ってるってやつですね。イキリってやつですね、関西弁で言うとね、すみません、韓国のイキリってわかりますかね。調子に乗っている、わかりますかね。で、まあそうやって構造を作っていって、そうするとなんとなく2日目ぐらいになってくると、油絵の試験2日間あるんですけども、助手さんとか廊下で聞こえるんですよ。めっちゃうまいやつおるぞっつって、あれめっちゃうまい、あれ受かるんちゃうかという声が聞こえてくるんですよ。あ、俺のことやなっていうね。もう本当にもう調子に乗るんですね、東京芸術大学の学生さんというのはね。まだ入ってないのにね。あ、パレットも綺麗にいたしました。でもう本当にそれでこう試験中になんとなく噂も聞こえてきて、
そして一応試験が終わってですね、もういらないもんだんだん捨ててですね、絵の具もほぼ使い切って、もう筆だけをもう胸ポケットに入れて、そのまま上野の街へ消えていったわけですね。私はね、居酒屋さんに消えていったというですね。おなんかすごく白くなってしまってすみません、なんでかよくわからないですけどね、そしてこれマスキング液を外していく作業を、ゴム手袋で私やってます。これね、ゴム手袋、そうすると手のひらも痛くないので、こういう風にやっております。で、試験がこう終わってですね、まあ合格発表が3月の23日ですね、桜が咲く季節になってまいりましたということで、今回の絵につながったということでございますね。なんで白くなったんでしょうか、わかりません。深夜に描いてるからでしょう。2時3時に描いておりますこれね。で、芸大の当時はですね、芸大の門入って向こうの方に見えるんですね。で、受かると芸大合格という紙袋もらえるんですよ、紙袋で。それを持ってまた上野の、上野公園を歩いて帰ると、合格発表を見に来た学生さんとすれ違う時に、あの人受かったみたい、あの人受かったみたいってなるわけですよね。で、私もこうすれ違ったりして、あの人受かったんやなとか、ああやなこやなって思いながら帰っていって、で、合格発表見に行ってました。そうするとですね、門入って、まあ言うたら30メートル40メートルあるんですけども、受験番号、自分の受験番号光ってるんですよ。本当にこれもう真面目にピカー光っててですね、で、あ、受かったなと。そして、合格した人はこちらへということで、奥の方の建物に連れて、行かれてっていうかですね、そこでなんかこう芸大合格袋みたいなのをいただきました。で、その紙袋をですね、その校舎の中のゴミ箱に中身だけ、リュックの中に詰め込んで、あとは紙袋を僕は捨ててですね、それでとぼとぼまた上野公園を歩いて帰るんですね。そうすると予備校の先生とかで、冬の講習会とかで教えに行っていたので、あ、小木曽先生落ちたっぽいよっていう噂がね、噂というかこうすれ違う子たちの声が聞こえてくるわけですよ。まあちょっと下向いて落ち込んだふりなんてして、ですね。でもその受験番号をなんとなく予備校に教えさせられてですね、それをの合格発表の時はですね、その受験番号をもう予備校で分かってるんですよ、誰が受かったとか。ひどいもんですよね、受験生たちよりも先に分かるなんておかしな話だなと思うんですけども。だからその情報は入ってるんですね、小木曽が受かったぞっていう噂が入っていて、当時45倍ですからすごいですよね。今年はなんかね、だいぶ低かったという噂を聞きました。噂なんであんま言いませんが。で、とぼとぼ歩いて帰って、噂をこうですね、落ちたっぽいね小木曽先生なんていうことがちょこ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 聞こえるところ、歩いて帰ったというお話です。まあ少しまだ時間がありますので、東京芸大に入ってみると、まあそれはそれはすごいこう才能がある人たちばかりでした。はっきり言ってしまうと、いやー、私の時の平均で多分2浪から3浪だと思うんですけども、いろんな人間がいましたよ本当に。一番上は8浪までいましたね。8浪ってことはね、何歳ですか、26歳、大学出る時30歳、おーって感じですよね。いや、そういう中でやっぱ僕なんか平凡な学生さんというかですね、皆さん見ての通り普通の、面白くもなんともない、何一つ個性のない人間ですよ。そういうのが入るとすごくこう、まあなんていうか息苦しい大学ではありました。そういう個性の塊が多くて、また教育方針というのは当時はですね、今は知りませんよ、とにかく新しいことをしろ、新しいことをしろという、ベタなんかするな、ベタなんかするなっていうことですよね。まさかの真逆を25年経ってやるというこのね、面白いでしょ。で、とにかく自分とは何だみたいなことを哲学するわけですよ。哲学する、あなたとは何ですか。もうその自問自答を21、2歳の子たちがみんなやるから、まあ好きな子は好きなんですけどね、私なんか絵描きたいっていうだけやのにっていうタイプの人間とか、絵描きになりたかったのにっていうタイプの人間はまあ苦しむわけですよ。でもなんとなくですね、芸大生というこうプライドがあるんですね。これ邪魔しますよね、本当に。私なんかもう邪魔していたというかですね。でもまあまあ僕は早いうちに気づきました。
ある時こう調子乗って生きがっていた人間もある時ですね、山手線から僕は当時常磐線の砦というところに1年生が住む校舎があるんですが、そこにとまたお酒を飲んで酔っ払って、電車で帰っていると、まあなんかくたびれたサラリーマンの人たちがいっぱいいるんですよ、なんかね。でそれを見てですね、わあこの人たちすごいな、頑張ってるな、立派やなっていうことを思いました。その頃日課としていたのは週に1回、月曜日に銀座、日本橋、あの辺りをずっと画廊を回るということをしていました。毎週月曜日に回るとお金のない学生だったんですが、オープニングパーティーというものが行われていたので、いろんな軽食など食べさせてもらえたというかですね、それとあとはいろんな画廊を見ることによって、この画廊のこう趣味とか好きな絵描きさん、どんなタイプが扱っているのかなっていうことが分かったので、初めの頃はたくさん回っていたんですが、徐々に徐々に減っていって、最後の方は確か15個ぐらいになっていたかなと思います。日本橋の三越から最後は新橋の方の画廊まで回っていくということを日課にしていました。その新橋の方にあったギャラリーニケという画廊があったんですね。オーナーが突然亡くなられたんですが、病気というか突然亡くなって、一人の方だったので、亡くなったということも分からずに、みんな連絡しても展覧会が始まる予定があって、私じゃないんですけど、私の知り合いがグループに入っているグループ展があったんですけど、その会期の初日とかに連絡つかないんですよ。そしてなんとか連絡ついたら、ね、ご自宅で亡くなられていたということがあったんですね。でそのオーナー新井さんっていう人を一番最後に僕は行って、そこでいつも発泡酒をいただく、もう本当にありがとうございました。あの時いつも発泡酒をいただいてですね、あとはワインをいただいたり、たまにですね、だから床がもうあんまり綺麗じゃない画廊だったんですが、僕はそういうところも好きで、必ずオープニングパーティーはするのよって言ってた方でですね、非常にこう男気のある女性ですよ、方でございました。でその方にポロッと一言言われた言葉があるんですね。芸大生なんか大したことないわよ、もう挨拶もろくにできないのよって言ってたんです。確かにと思って、まあ私たちの時、今の子たちは違います、すごいちゃんとしてますけども、私たちの頃はもう生きがって調子に乗ってですね、いう、私なんか特にそうでした。ひどいもんでしたよ。でその言葉がぐさっと響いてですね、電車の中でこう帰って、とぼとぼ帰っていって、常磐線の中でふとサラリーマンの人たちが頑張って働いて、疲れて皆さん寝ていたりするのを見た瞬間に、よし俺はもう決めたと、芸大生と名乗るのをやめようと。当時学生2年生やったかな、最後ディティールを書いているところをアップで見せていっております。もう捨てたんですよ、もう利根川の中にポイと、俺はそのプライドを捨てるんやっていうことで、そこから僕は芳名帳とかにもちゃんと住所、名前とかよくあるんですね、芸大何年生とか、あんな何も役立たんですよ、本当に社会出たら何一つ役立たない。私はもう一つ一つ丁寧に、字書いて、書くようにしました。そうするとなんとなく画廊の人とかが覚えてくれるようになっていって、もちろん挨拶もしますしね、それはすごくいい経験だなと思います。芸大生というのを捨てた日、それは2年生か3年生か新井さんという方に言われたこの一言、本当にあの時はありがとうございました。今もね、まあこれ芸大生見るわけないと思うんでね、こんなこと言ってますけども、本当にこう日本一難しいとされるような大学です。でもね、その後のがよっぽど人生というのは長いわけですね。当たり前ですけど、うちの学生にもよう言ってます、あのね、大学で人生なんか決まらんよってよう言ってます。だから僕も東京芸大をその後首席で卒業しました。首席で卒業したら、いろんなとこから画廊から俺は声かかって、引く手あまたになるんではないかと思ったら、実は一つだけしか声かかりませんでした。今もある画廊なんですが、グループ展へのお誘い一つ本当です。それぐらい時代というものは辛く厳しい時代でした。だから古典とかっていう話はその後の話です。で、まあ、これも言ってしまいますけども、その画廊に35の絵預けて、売れてないんですが、まだ絵も返ってきてません。どこの画廊とは言いませんが、画廊の人がこれ見ていたら教えてって言ったら教えますよね。そういう
ね、東京芸大首席で出たらなんか食っていけそうな気するでしょ。全く違います。それはもう恐ろしいもんですよ。私は東京芸大の首席になればなんか人生変わるんじゃないか。変わりませんでした。でも変わったのはやっぱりそれで先輩とかがすごくこうよくしてくれたりですね、後輩とかがこうよりこう言葉にリアリティを持つようになってきたというかですね、言葉を聞いてくれる、より聞いてくれるようになったというところはあります。先生をする上においては多少の箔はつきましたが、今となって続けていったらそのもしかして東京芸大首席というのは箔になっているのかもしれませんが、基本的にはあまり必要ないもんじゃないかなというふうに思いますし、学歴というのも僕はそんなに必要なもんではないとは思っていますが、持っている人間が言うて何のリアリティがあんねんって誰かから突っ込まれそうですが、そんなこんなで、ちま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 書きながら、今日はどうですか、美しい絵ができたんじゃないですか。私個人的には非常に気に入っております。皆さんこの写真、今から満開になるにつれてね、撮るチャンス山ほど来るかと思います。そんなに遠くに出歩かなくてもそこら辺の桜で十分絵になろうかと思いますので、ぜひチャレンジをしてみてはどうでしょうか。久しぶりのほぼ雑談ということでいかがだったでしょうか。クレーム一切受け付けません。私は私のやりたいようにやっておるわけでございます。本日はご視聴ありがとうございました。東京芸大の話を聞きたいということでお腹が鳴ってすみません。以上で本日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。そんなに難しくないですよね。構図的にもまあここ見せて、この辺り見せて、なんとなく枝をうまいこと使って画面を構成していってということなので、もういっぱい写真、もし桜お近くの、そんなに今年もちょっとこう花見とか難しいでしょうけども、近くのところに、桜が咲いていたらちょっと見上げてみて写真を撮られたらこんな絵が描けたりしますよ。ぜひ皆さん参考にされてみてください。ではまた。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってるよ。